に行ってほしいですね。これがあの吉本の若林さんみたいにこう気まいい先輩に変わりだしたらちょっと僕は残念です。猫背じゃないでしょ、これ。あの、払いも良くなって、ほんならこいつ多分、成仏して経費なくなると思うんですよ。残るのは35通の手紙だけ。下期待になって、パーって成仏して経費なくなると思うんですけど、このままあとまあ、なんでやねんとかいう言いがいがあるというか。なんかどんどん、上さんにお話聞いて、後輩にどんどん登っていこうって、これ決めたの。何この格好、本当にこれ猫背じゃないよこいつ、舐めてる、うん、ダメだこれ、知らないふりしてみる。何やったんだ。メイクだメイクだ。なあ、俺ちょっと俺のことあんまテレビでディスるな的なことを後輩に言うなよ。でも今まであいつらに言ったこと。